ャパンバーテンダースクールの校長のつぼいです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はアフィニティというカクテルを作りたいと思います。聞いたことない方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ昔からあるですねカクテルですね。で、私にとっては非常にこう懐かしいカクテルです。普段のこう営業中で作ることっていうのはないんですけれども、まあ改めて作ってみるとですね、こう非常にこう美味しいカクテルなので、ぜひ飲んでみていただきたいなと思うんですが、このアフィニティというカクテルのこう意味について、作る前に少しお話をしておきます。アフィニティというのは密接な関係とかね、そういうふうな、まあ、親しい関係っていうふうなことですかね、まあ、そういう意味のある言葉になります。アフィニティですね、ベースになってるお酒はスコッチウイスキーを使うことがほとんどなんですけれども、スコッチウイスキーとスイートベルモットは通常イタリア産のものをね使うことが多いので、イタリアのスイートベルモット、そしてドライベルモットはフランス産ということなので、イギリス、イタリア、そしてフランス、この3カ国の密接な関係というふうな意味合いでこの名前が付けられたんじゃないかなと言われています。そしてアンゴシュラビターズですね、アンゴシュラビターズを、まあ、1ダッシュから2ダッシュ入れていくっていうふうなレシピになっておりますので、よくよく考えるとですね、ドライベルモットを外すと、まあ、スコッチウイスキーとスイートベルモット、アンゴシュラビターズで作るカクテルっていうふうに考えると、有名なカクテルのロブロイっていうカクテルがありますね。そのロブロイというカクテルをですね、こうスコッチウイスキーが少し少なくなりますので、ですから少しアルコール度数が下がって、そして飲みやすくなったようなイメージのカクテルになるのかなと思いますので、これから作っていきますので、ぜひ見てみていただければなと思います。それでは作っていきましょう。どうぞ。いかがだったでしょうか。ステアで作る非常にこうシンプルなカクテルですけれども、味の方も非常にこう美味しかったので、ぜひ皆さんも飲んでみてください。本日もご視聴ありがとうございました。